私は正義の刃となりましょう。いってらっしゃい。しかし、リョーナさんがあんなに大きくなるとは驚きました。まったく、なんとか倒したからよかったものの。リョーナちゃんがどんな風に大きくなったかは OVA を見てね。おい、アスカ、お前誰に話しかけてるんだ？いいじゃないいいじゃない、気にしない気にしない、深く突っ込んでもいいことないよ。ホムラちゃん、そうか、確かに話がややこしくなりそうだ。ではこれ以上の詮索はやめておこう。というか、ハルカ、お前の薬が原因だろ、リョーナがあんなになったのは。ごめんなさい、でもリョーナちゃんが楽しそうでよかったわ。態度に反省が見られん。え？薬というのは人に迷惑をかけるためのものではないはずだ。それなのにお前というやつはいつもいつも。あ、はい、そうね、そう思います。ってなんか当たりがきついわね。年を取ると短気になるって言うしね。なんだその言い方は。今のは失礼にも程があるぞ。おいおい、二人ともそんなに興奮するなって。アスカもおばさんも少し落ち着くんだ。おばさんだと？今のはカニちゃんが悪いよ。早くみやびちゃんに謝った方がいいって。カニちゃん、アスカ、カニちゃんというのは私のことか？他のどこにカニがいるっていうの？なんですかこれは。皆さんの様子がおかしいです。わかったわ、これは悪口を言っちゃうウイルスが原因ね。え、そんなウイルス聞いたことありませんが。それはそうよ、私が作ったウイルスなんだから。は、ちゃんと保管機に入れておいたんだけど、リョーナちゃんが暴れて蹴っ飛ばしちゃったみたいね。またハルカさんのせいですか。ごめんなさいね。つまりだ、アスカは私をただのカニだと認識していたということか。そうだよ、だっていつもつまらないカニゲーばっかしてくるし。つまらないカニゲーだと？許さんぞ、アスカ！皆さん、お願いですから落ち着いてください。つい悪口を言ってしまうのはハルカさんのウイルスが原因なんです。悪口を言ってしまうウイルスだと？ではなぜお前は感染していないんだ？私は抗体を打っておいたから大丈夫なんだけど、ユミちゃんの場合は普段から真面目ちゃんだから
ウイルスに耐性があったみたいね。なんだそれは、まるで私たちが不真面目みたいじゃないか。お前は不真面目だろ、ママちゃまとか言うし。それを言うか、ホムラ、貴様は焼きガニにしてやる。ちょっとハルカさん、なんとかならないんですか。わかったわ、悪口が止まらないんだったら代わりにこのウイルスで。心に隠しておいた本音をつい言ってしまうウイルスよ。え？ユミ、鎮魂の夢に沈めましょう。忍びます。ミヤ、悪の誇りを舞い掲げよう。ホムラ、舞い順じよう。いざ鎮魂の夢に舞い散る。皆さん、なんともありませんか。草ばっかり食べる生活にはいい加減うんざりだ。私は毎日肉を食べて温かいベッドで寝ていたい。ホムラさんの本音が。個性的な友達が増えたのは嬉しいけど、振り回される方の身にもなってほしいよ。アスカさん、その気持ちなんとなくわかります。可愛いお嫁さんになりたい子に。私だって言えるものなら言ってみたいさ。ごめんなさい、私は気軽にプリプリ言いすぎました。どうして私の芸の面白さを理解しないんだ。もっと笑ってくれてもいいじゃないか。おっぱい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 はもうお腹いっぱいだよ。年齢のことはもう言わないでくれ。私にはどうすることもできん。皆さん、結構溜まっているのですね。忍び転身。
逃がしません。燃やし尽くしてやろう。朽ちるがいい。これで終わりです。滅びなさい。打線の力を受けなさい。やってや、やってや、避けて逃げろよ。甘く見ていました。くらいなさい。逃がさん、はい、切り捨ててやろう。避けてみせろよ。喜ばしきインフル。さあ切り捨てて燃え尽きるがいい。逃がさん、落ちるがいい。甘い、さあ切り捨てて、はい、デイッチ魂ごと燃え尽きるがいい。朽ちるがいい。チクショー。これでどうだ。くらえ。そこだ。甘く見て、はい、シュッ。いくよ。これでどうだ。これで許します。私が正義です。皆さん、少しは落ち着いたでしょうか。うん、ユミちゃんのおかげだよ。戦ったことでウイルスが汗と一緒に流れ出たのね。もう本音を言っちゃうこともないと思うわ。はあ、しかし大変な目にあったな。アスカにはめちゃくちゃ言われたし。ごめんね、ホムラちゃん。私、ホムラちゃんの携帯模写は大好きだよ。カニだってヤドカリだって面白いと思うもん。本当か。本当だよ。一晩中でも見ていたいくらいだもん。そうか。ならば今度じっくりとお前に見せてやろう。新ネタもたくさん用意してあるからな。うん、楽しみだな。私は雅の年齢のことなど気にしていないぞ。慰めなどいらん。私は傷ついてなどいないからな。だよな。忍び学生に年齢など関係ない。それにほら、
悪は何と言っても寛容だ。ぐすん。でも本音を言ってしまうウイルスのおかげで普段溜めていたことを吐き出せたと思えばいい機会だったのではないでしょうか。そうそうそうよ、前向きに考えないと。はるか、お前が言うな。ただ一つ気に入らないことがある。え？私たちはユミの本音を聞いてないぞ。うん、そうだね。私は別に皆さんにお話しするような本音はありませんから。私たちの好感度だけ下がるのは不公平だ。ユミにも本音を話してもらおうか。力ずくでもな。そんなごめんね、ユミちゃん。お前にも本音を吐き出してもらおうか。私は大丈夫ですから。